人体に有害な有機フッ素化合物、PFOS を含む汚染水をアメリカ軍が昨日、下水道へ放出した問題で、処理方法も決まらない中での一方的な対応に、政府内からも批判が相次いでいます。一方、アメリカ軍は、日本の安全基準に沿って適切に対応したとして、県の抗議を拒否しました。日米間で協議を行っているところにもかかわらず、 一方的にピーフォースなどを含む水を放流したことは極めて遺憾でありアメリカ側に対して強く抗議しました米側に対して強く抗議をするとともに引き続き放流を止めてまた協議をするように再掛をしておるところであります県は今日午後アメリカ軍に直接抗議し海兵隊のニール・オーエンズ大佐は

計画していた6万4000リットルの水をすべて下水道に放出し終えていて日本環境管理基準に沿って適切に対応したとして県の抗議や申し入れを拒否し面談は意見交換という形で行われたとということですアメリカ軍は自前の排水処理システムで処理し下水道へ流したとしていますがその詳しい説明もしておらず 日本側には検証の方法がないのが現状です。不安を募らせる市民の声、安全性についての専門家の見解をお伝えします。平キャスターのリポートです。アメリカ軍は昨日の夕方までに六万四千リットル。ドラム缶にして、実に三百二十本分に相当する汚染水を放出したとしています。ちょっと許せない気持ちですよね。 米軍のの判断ででしかこうされてないなどのぐらい影響があるのかなとか、そういうのも、やっぱり心配ではあります、ね、アメリカ軍からの一方的な通知を受け、宜野湾市は、水質を確認するため、普天間基地から宜野湾浄化センターへとつながる下水から水を採取し、分析することにしています。 県が管理するこの浄化センターでは、PFAS を取り除くことはできず、そのまま海に流れ出ることになります。アメリカ軍は、自前の排水処理システムで、PFAS の値を1リットルあたり2.7ナノグラム以下にし、放出したと主張。これは、厚生労働省・環境省が定める暫定の規制値50ナノグラムを大きく下回っているとして、 安全性を強調しています国内の PFAS 研究の第一人者である小泉昭夫教授は一般の水道水の値2019年のギノワン氏の18.2ナノグラムと比較しても低く環境に放出しても問題ないと思われるとしていますただこの値はアメリカ軍が一方的に発表したもので 検証が不可欠としています。環境学が専門の桜井国利教授は、そもそも国内には Pfas の排出に関する規制値はなく、アメリカ軍の主張には根拠がないと指摘します。排水の放流基準って日本にはないんですよ。ですので基準をクリアしてるっていうのはこれは非常なごまかしです。 ここはにもう試験国家の日本日本の我々の了解を得ないでですね勝手にやるということは認められないと。桜井教授は今後周辺海域の生き物の調査が必要だと強調しました。周りの海に出て行ってそこでの生き物の中に濃縮されるわけですよ。どういう形で汚染されているかっていうのはこれは調べなければ私はいけないと思います。 子どもたちに安全な水をと自ら街頭に立ち訴えてきた茶炭町で3人の子どもを育てる中曽根由美さんは昨日の一報を受けて、うん、もう本当にひどいなって思います私たちが今ここに生きていることをまるで取るに足りないものかのように扱って由美さんは これまで市民団体が開く勉強会に参加するなどして、PFAS には発願性や胎児、子どもの成長に悪影響を及ぼす恐れがあることを知り、問題を解決してほしいと声を上げてきました。その当たり前の願いが、昨日踏みにじられました。私たちがただ普通に水を飲みたい、 安全な食べ物を食べたい。そう思うことって、そんなに贅沢なことなのかなって。私たちの人権をバカにしないでって本当に思います。県民の命、健康に直結する問題ですから、日本政府はアメリカ軍に対し、より詳細な説明 基地内への立ち入り調査を早急に求めていく必要があります。